プロ野球の若手選手による宮崎フェニックスリーグが10月7日から開幕。この日、南郷スタジアムでは埼玉西武ライオンズと四国アイランドリーグの試合開始前に両チームに花束と特産品の贈呈がありました。西武のイースタンリーグ2019年ファームの成績は119試合中49勝の6位でした。16チームが参加するリーグは10月28日まで宮崎県内で143試合行われ、入場は無料となっています。このうち日南市の天福球場と南郷スタジアムでは18日間の日程で予定されています。球場に訪れたファンは、毎年いろんな球場見に行ってるんですけど、はい、またちょっと楽しい時期が来たなという感じでテレビでなかなか見ることのできないちょっと若い選手だったりとか見るのはすごい楽しいなと思います。選手との距離が近い球場へ応援に行ってみてはいかがでしょうか。